どうも、今回はですね、この江田島に来ております。で、ここがですね、今切り口というところなんですけども、ここをスタートしてサイクリングコースを巡りながらですね、この江田島の魅力を伝えていきたいと思います。じゃあ行ってきます。うわー、綺麗、すごいですね。気持ちいい。今日はかなりですね、天気も良くてサイクリング日和ですね。綺麗です。さあ、ということで、ここはですね、なんかあのショートカットがねできる細いですねトンネルになるんですけど、どうもそのトンネルはですね、照明とか何もないので真っ暗らしいんですよ。で、ちょっと怖いっていうことなんですけど、試しに行ってみたいと思います。行きます。細いね。これは車が入れる幅ではないですね。はい。あー、なるほど。一応ね、あのまっすぐなんで、ちゃんとまっすぐ走れる問題ないんですけど、あ、確かにちょっと怖いわ。怖い怖い。どれぐらいだ、 100m ないぐらいですかね。はい、こんな感じです。おー、抜けた。抜けた先にはですね、これが産直市場というのがあります。農見産直市場。こちらが、長瀬海岸というところなんですけども、ここはですね、ちょっと面白い神社があるんですよ。ほら、じゃーん。ここなんとですね、今パッと見るとただの神社に見えるんですけども、今はですね干潮なのでこういうふうに渡れるんですけども、満潮の時はですね、実はこれ沈んでしまうので渡ることができないんですね。じゃあちょっとですね、実際に行ってみましょう。すごい、道がちゃんとねできてますよ。これなかったんですからね。この岩場を見るとですね、よくわかるんですけど、このね、ちょっと色が変わってますよね、ここはね。はい、ここまで海水が来てたっていうことなんですよ。ここ全部沈んでたんですよ。で、あの神社がですね、ちょっとまた特徴があるらしいので、ちょっと行ってみましょう。はい、来ました。こんな感じになっているんですけども、ちょっとですね、これ近くで見るとよくわかるんですが、見えますか。一見ですね、普通の鳥居のように見えるんですけど、見てください、ほら、わかります、ここ、ここね。これなんとですね、エミパイプで作られているようなんですよ。だからここまで、まあ、潮が満ちてきて使っちゃうので、これがエミパイプで作られているという、結構変わったものになります。あー、なるほど。こんにちは。何の会議を取られてるんですか。マテガイ。マテガイ、うん、わー、出てきた。わー、わー、出てきた。あ、これを食べるんです。そう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 、うん、これどうやって食べるんですか。バター焼くとか、いろいろ。うわー、出てきた、すごいすごい。はい、ここはですね、ちょっとコースから外れているんですけど、海岸沿いにね、ちょっと今走っております。で、今ちょっと向かっているのはですね、まあ面白スポットがどうもあるということなんで、来てみました。あ、この辺かな。あったあったあった、だ、あれだあれだ。あ、これですね、ありました。ここ弁慶岩というところでして、これはですね、弁慶がですね、この岩をね投げたらしいんですよ。投げてここまで届いたっていうことなんですけど、どこから投げたんだ、あっちの島から投げたのかな。これちょっと降りて見てみましょうか。でっか。これを弁慶が投げたと。でっか。いや、これ投げれんでしょ。ですね、今だいぶですね、江田島の南の方をですね走っております。いやー、景色がね、ほんとずっと素晴らしいんですけど、あ、お、なんだあれ、お、
船が、でかい船がある。見えますか？巨大な船がですね、たくさんありますよ。はい、ということでですね、このテクテクのさつまいも本舗というところにやってきました。で、これさつまいもの専門店ということなんですけども、ちょっとですね、入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。わあ、すごい。ちょっと見させていただいてよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。わあ、すごい。さつまいものいろんなお菓子がありますね、はい、そうですね、いろいろと。ちなみにこれちょっとおすすめって何かありますか。はい、おすすめは芋の二重焼き。芋の二重焼き、はい、あ、これですね。はい、二重焼きの中にさつまいものあんをぎっしり入れて。なるほど。はい、他にもありますか。他にはですね、スイートポテトのちっちゃいポテトとか、皮付きのございます。皮付き、はい、あ、この大きいやつですね。へ、はい、はいはいはい。これプリンも美味しそうですね。そうですね、プリンも、はい、下のプリンはカスタードプリンなんですけど、上のカラメルにさつまいものペーストを混ぜて、うん、ちょっとザラッとしたカラメルになってますね。じゃあ、はい、今言っていただいたのをください。はい、わ、はい、かりました。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。江田島の魅力伝わったでしょうかね。ぜひですね、江田島来て、サイクリング行ってみてください。それではありがとうございました。